ちは、ミツです。今日は電子レンジを使ってシーフードクリームパスタが作れるかどうか挑戦します。見てね。こちらが今日の材料です。スパゲティ 100g、 チキンブイヨン1/2個、にんにく2かけ、玉ねぎ1/2個、セロリ1本、オリーブオイル、胡椒、塩、トマトソース 100ml、 生クリーム 60ml、 そしてシーフードミックス 100g。 まずシーフードを流水で解凍しましょう。その間に野菜をスライスします。にんにく2かけ、玉ねぎ1/2個、そしてセロリ1本。セロリは筋を取るのを忘れないようにしてください。野菜をレンジにかけます。ボウルに切った野菜を全部入れて、オリーブオイル大さじ1杯、ラップをせずに3分チンしましょう。その間に解凍したシーフードを食べやすいサイズにします。では大きな耐熱の容器にトマトソース 100ml とチキンブイヨン1/2個、これはめんどくさいので手でちぎりました。包丁を使いたい方はそれでも大丈夫です。胡椒、塩、お好きなだけ入れてください。後で味見をして足してもいいかもしれません。スパゲティ 100g、 さっき切ったシーフードミックス、レンジにかけた野菜、熱いので気をつけて入れてください。野菜から出た水分も全部入れます。水 120ml、 パッケージの表示時間プラス5-6分、熱いので気をつけてください。ではよく混ぜて生クリーム 60ml を入れましょう。おいしい匂い。よく混ぜて味見をして、お家にパセリがあれば入れてください。濃厚で深い味わいでした。簡単なのがとてもいいです。ランチにぴったりです。ごちそうさまでした。